全員元虫プロ関係者で立ち上がって作り上げた企画が最初の宇宙戦艦ヤマトの企画なんです。で、この企画の段階では松本麗児はいないんです。だから権利で揉めるんですよ。 えっと、山とかね、どうやって出来上がったかっていう話をね、ちょっと順を追って言います。まずはですね、この名物プロデューサーですよ。いろんな事件を、まあ、その話題を起こした西崎義信さんっていう方がいらっしゃいますね。で、この方が中心となって立ち上げられた宇宙戦艦山と作った男って言いませんでこれ悪そうでしょ、これ。味がすごい。<laughs> この人はですね、実はすごいエリートのボンボンなんですよ。から<え>、ね、もうね、一族もほとんどが超エリートです。で、なんならおじいちゃんがですね、海軍の超 ちょっと偉い人なわけですよ。で、エリート中のエリートだったんですけど、この人ね、受験に失敗するんですよ。東大入れないんですよ。思い<う>でドロップアウトし、そしてね、ドロップアウトする前に、なんとこの方、日大芸術学部に入ります。えー、<laughs> あなたたちの先輩に当たります。はい。パイセンです。出たか出ないかは、なんか定かではないらしいですが、えー、その後、いろんな仕事をしながら、うん、虫プロにたどり着くんですよ、この人、なんと<ら>で、手塚治虫のマネージャーをやるんですよ、この人。それでその虫 虫プロ商事の代理人かなんかになったりなんかしもちょっと偉い要するに、まあ、虫プロの裏を支える仕事をしてた西崎由伸さんって方でこの人は虫プロに入ってなんと不思議なメルモを立ち上げ 参加したりとか、海のトリトンに参加したりとか、海のトリトンといえば、<ー>手塚治虫から富野義行でおなじみのやつですよね。ほう,ほうほうほう。はいはい。で、最終的にはトリトンと、えー、権利を、この人が持つことになるみたいなことになっていくとい。この人が持つのはい。まあ、なんでかっていうと、<laughs> まあ、虫プロの経理がうまくいかなくなって、この人がお金貸すんですよ。で、この人が金出して、なんとか回してた時期があるんですへー。そういうこともあって。で、まあ、虫プロ一回出た後にロッキーチャックも立ち上げてるんで、ロッキーチャックを知ってる人は、まあ、50代ですか ?40 代です、まあ。あったんですよ。 コラク遊園地を思い出しますね。はい。そしてですね、三和銀行でおなじみのワンサ君って知ってますかこれが虫プロ最後のアニメだったのかなその、おそらく、そうです。手塚治虫の犬のミュージカルの、えー、アニメがワンサ君ってあるんですよで。これがまあ西崎さんやってるんです。この権利も西崎さんもらってるって言うて、で、何度か手塚先生をめっちゃ怒らせて。 こうやって、首 <laughs> だ、首じゃい、首じゃないいろいろあったっていうことで、おなじみの西崎さんなんですよ。だから、つまり、この人、直前に虫プロが倒産してるんで、職失ってるわけですよ、この人。<ー>で、その人が、ちょっと次の企画立ち上げようぜってって考えたことが、ヤマトなんですが、それだけじゃないんですよね。えー、もう一人、山本栄一さんっていう方がいて、この二人が超有名なんですけど、山本栄一さんっていう方も、虫プロを支えた有名人なんですよ。あの、手塚先生が、アニメは、子供だけがな見るものじゃなくて、大人も 見れるものにしようっつって、大人向けのセクシーなアニメを作ろうとし始めるんですよ。この辺でお金の使い方が間違えて虫プロどうにもなんなくなっ,ったっていう話を、まあ、聞いてますけど、実際はどうか,か,んですかそうなんだ。そうらしいですよね。だからまあその辺のことはこの辺の本読んでもらえばわかるんですけど、千夜一夜物語とかクレオパトラとかとにかくセクシー路線のアニメをね大々的に作った中心人物が山本さんなんですよ。<laughs> でこれがヤマトに参加したのは面白いっしょ。なるほど。それどころかもう一人キーパーソンとしているのが 豊田タ・アリズネさんっていう、これあの、有名なアナリスト。ワーソン多いな三3人のキーパーソンがいるんですけど、で、この人がエイトマンとか、平井和正と仲良くあったらしいんですよ。で、平井和正って言ったらもう日本の ISF のまず土台の一人ですね。はい。その人がエイトマンっていうキャラクターを作って、日本のマーベルですよね。それのアニメをやってたりとかね。あ、もちろん、あの。エイトマンって、え、ノ森先生じゃないのあれは違います。桑田二郎さんが絵を描いてます。だから原作は平井和正さんなんで、ウルフガイシリーズとかね。だからまあ、あの辺の人たちが作ってた ものが大和の時代なんで、すよでそれが本当にベースになってます。初期 OS です、本当に。その脚本を認められて、手塚先生に今、うちでやらないかって言って、アトムに参加してるんで、アトムで随分ぶ書いてるっていうことがあ,あるんですよ。ところが、豊田さんはスパイ容疑で退職されてるんですよね <laughs> で。手塚先生のアニメで書、うん、いたキャラクターが、他の誰かのキャラクターそっくりだったとで。もしかしたら、こいつスパイで入ってんじゃないかと。手塚プロのなん情報流してるかみたいなことで疑惑を受けて、虫プロに入れなくなって、いなくなった人なんですよ。 つまり、この73年か4年にかけては、虫プロが亡くなって、元虫プロが、まあ、どうぬ、どうすんだみたいな状況にある中、3人が集まってるわけですよ。だから、ヤマトといえば真っ赤な地球ですね。真っ赤な地球ってどういうことかっていうと、地球滅亡まで、あと1年まで追い込まれてるんですよ。この時のヤマトって、うん、ガミラス星っていうところから有勢爆撃を受けて、で、放射の汚染で、全部の動物が人間以外全部が死滅した世界なんですよ、これ、ヤマトの世界。<laughs> やば。<laughs> で、海も完全に枯れてるんですよ。で、んん人間は、そ,<ん>そう。で、人間はどこにいるかっていうと、地下に生き延びてるっていう、まあ、火の鳥ですよね。あの状態にいるのが大和で、で、ほとんどのその地球を守る人たちはもうほぼ死に絶えてて、で、わずかに残った地球防衛軍的な人たちが、なんとかせねばならんって言って、冥王星からやってくるガ,ムガミラス軍をと戦っているというところから物語が始まってくるで。で、地球滅亡まであと1年っていうふうに言われるんです。で、これが物語のスタートなんですけど、 これあんまり言われてないかもしれない。これ明らかにこの地球って虫プロじゃないですか。ほー。<laughs> また出てきた虫プロ。何に喋っても手塚治虫が出てくるんですよ。日本のね、ビッグコンテンツでね、アニメとか漫画の話するとね、横山先生だって手塚先生出てきちゃうから、杉吉春の話しても手塚先生とかに言ってるしさ。だから日本にいる限り手塚から逃げることはできないんですよ。<laughs> そんなわけで、えー、まあ、手塚プロっていうものの敗北っていうのは、この時のこの真っ赤な地球の、まさにあと一年で死ぬっていう。で、だから、はい、あの、はい、虫プロが亡くなって、俺たちあと一年で、まあ、アニメーターとして終わるんじゃないかみたいな気分とリンクしてるし、当時のオカルト、セから不景気、最悪の時代、環境汚染みたいなのも全部がここに重なってて、全員元虫プロ関係者で立ち上がって作り上げた企画が、最初の宇宙戦艦ヤマトの企画なんです。で、この企画の段階では、松本レイジはいないんです。それがどんな企画だったかっていう っていうのをちょっと説明しますねまず基本が「最有機」だったんですよ。おお面白いなと思って。だから行って,<う>行って帰ってくる物語で地球が滅亡しそうだ何か助けになるものを取りに行くというロードムービーでこの時代は70年代なんで、はい、ロードムービーなんですよ。脱落した若者は旅に出てたんですよ。だからバックパッカーの大ブームだしボーダーだしシルクロードだし深夜特急につながっていくわけですよ。なるほどなるほど。もうここにいてもダメだっつってどこかに行かなきゃいけないっていうのを始めたんで最有機ぴったりだししかもこの時期に 本気マジックやってるわけですよ<ー>、はいえー、横にポセイドンアドベンチャーって出てるんですけど、このポセイドンアドベンチャーの一つのでっかい戦艦があって、このイメージと、えー、ナディアの元ネタになったやつ、あの辺あたりもルーツになってる。るって相手2万マイルと。相手2万マイル。そうそう,そう。<ー>それでみんなで考えて、最初だから宇宙戦艦コスモになったわけです。これは本当かどうかわかんないけど、巨大な隕石にエンジン積んでいくみたいな話だったんだけど、それはまずいだろって言って、隕石はやめて戦艦にしようって言って、戦艦何がいいかなっつって、もう長門でいいんじゃねのっつって、長門はい、まあ。 マイナーだろとかでじゃ武蔵か大和か大和だろって大和になったっていう流れがあるという話なんですよ奥野さん。宇宙戦艦ナーガトだったんです。ナーガでもよかったですよ。まあ三の字だったらまあ何でもいけるからもうもうもう。ここまで本当にじゃ出てないですね松本零士さん。松本さんは途中参加なんですよ。だから権利で揉めるんですよ。ここで作り込んじゃったんですよ。もうなん松本零士さん漫画で描いてるやつをアニメ化したんだと思ってました。あ書いてますよもちろん。 漫画でも松本さんはその後の権利裁判で俺の元ネタのこの、ま、漫画とこの漫画とこの漫画がヤマトになってるのでこれは私のものだっていうふうに言ってますけどただし、うん、松本さんが参加する以前の段階でここまでは言ってたしあとワープとか波動法とかそこまで全部できてたらしいこの人らがまず土台みたいなのを作って松本さん呼んだってことなんですか、ね 話で企画書がもうほとんどすごい硬いところまで行ってたらしいんですけど、問題はですね、うん、あのね、この中の、えー、山本栄一さんがね、他の仕事で参加できなくなっちゃうっていうことになって、お、うん、んで、豊田さんも抜けるのかなまあ、西崎さん困るわけですよね。誰かこれをサポートしてもらいたいということになって、まあよ、呼ぶのが、その山本栄二さんだったっていうことなんですよ。この松本栄二が参加したことが決定的ですよね。山と大和にしたのは、この松本栄一の力だっていうのは皆さんどう思ってんじゃないですか、うん、はい。